石川雄洋、石川雄洋、石川竹宏、1986年7月10日台は、横浜 DNA ベイスターズに所属する静岡県、寸東郡清水町出身のプロ野球選手、内野手、外野手、右投げ左だ。横浜高校では1年生から、ベンチ入りを果たし、春、第75回選抜に、左翼手で出場し準優勝。夏、 第86回全国選手権にも出場して 14? 打数10安打と活躍、ベスト8に進出した。高校の同級生に、枠井秀明、1年先輩に、成瀬義久、荒波賞、2年後輩に、福田久志賞、佐藤健二、下鶴昇がいる。の全国高等学校野球選手権大会、対京都外大成戦では6回に3塁打を放ち、 ヘッドスライディングした際に三塁手と交錯。首などを強打し左肩を捻挫する。一時は意識を失い単価で運ばれるも、その後意識を取り戻し強行出場した。スコア0対0の9回には、自身のエラーをきっかけに、満塁のピンチを迎えるが枠井が三振で抑えると、10回には枠井が招いたピンチを、ファインプレーで助け、チームは11回に1対0でサヨナラ勝ちを決めた。 2004年9月に台湾で開催された第21回トリプル a 世界野球選手権大会の日本代表に選ばれる。2004年度ドラフト会議にて横浜ベイスターズから6巡目指名を受けて入団は2軍で45試合に出場し打率243に終わるはシーズン途中に左打ちからスイッチヒッターに転向。 シーズン終了目前の10月12日に一軍初、昇格し、代打で初出場を果たす。は、初の開幕一軍入りを果たすと、4月1日の読売ジャイアンツ戦、シーズン初打席で高橋久則からプロ初安打、投手教習の内野安打を放つ。さらにダイソーとしても出場機会を得ていた。しかし、4月19日ヤクルトスワローズ戦で11点の、 大量リードをしていたにもかかわらず、石川は、盗塁を観光。これが、石川のプロ入り初盗塁となったが、これに起こったヤクルトバッテリーが次の打者の内川、正一、村田修一に連続支球を与えて、乱闘騒ぎになり、この試合で2000試合出場達成となった、古田敦也選手権人監督が、急進、井野修に退場を宣告されるなど後味の悪い、ゲームとなってしまった。 さらに翌4月20日の練習中には打球を顔面に、当て唇を二重張り縫う、大怪我をい、長期離脱した。は、スイッチヒッターから左打ちに戻す。開幕一軍入りこそのガスが、その後シーズンを通じて一軍に定着。故障の石井拓郎の代わりに、遊撃士を守ったり、北京オリンピック出場のためにチームを離れた、村田修一の代わりに三塁を守るなど、主に一番打者での、 スタメン出場が続き、自己最多の83試合に出場。チームトップとなる10盗塁を記録した。は、開幕スタメンは、逃すが、遊劇種のポジション争いをしていた、藤田和也が、西俊久の不調により二類種に固定されたことで、レギュラーに定着。吉村勇気に次ぐ、チーム2位の134試合に出場し、 初の規定打席到達、2年連続チームトップの19、投類、チーム2位の15ギガを記録した。一方で、規定打席到達者では、リーグワースト2位の打率、242、リーグワーストの出塁率、267、支給数、13個と、対左打,打率、156、98三振、遊撃死リーグワースト2位の17失速を記録するなど、 攻守に課題を残すシーズンとなった。は、開幕から遊撃手のレギュラーとして、好調を保ち続け、リーグ30盗塁一番乗りを果たす。終盤、そよぎ衛進に競り負け、盗塁王のタイトルは、逃すも、36盗塁、リーグ2位、38位打リーグ3位、打率、294、チーム2位を記録。守備面では、失策数は6に減ったが、 石川が守備につくと得点換算で、平均的な遊撃手に比べて、年間17.92位の失点、12球団ワースト2位が増えるゾーンデータが算出されるなど、守備範囲に不安を残した。相変わらず三振は多く、支球数も、規定打席到達者の中で2年連続リーグワースト、21個、置き、XR27 も3.87と、 規定打席到達者31人中29番目だったが、出塁率は初めて3割を超えた。なお両リーグ規定打席到達者で唯一本塁がゼロであった。は、開幕から1番、遊撃手で、レギュラーに定着。後半戦からは2番打者を打つようになった。前半戦は全試合フルイニング出場を果たしたが10月4日、右外副車筋付着部。 右脇腹損傷によりで選手登録を抹消される。10月22日のシーズン最終戦の巨人戦で復帰し、9回裏に守備固めとして起用されたが、自身の失策により、ピンチを広げ、長野久義の代打逆転サヨナラ満塁本塁打と、内海明の最多勝をアシストしてしまう、痛恨の結果を招いた。また2年連続で、本塁打はなく、 投類数も前年と比べて3分の1に、ヘリ出策数は13個に増加。シーズン中盤には、三振数で一時リーグトップに立つなど、講師ともに、あらさが目立った。は、同年現在チーム内に、石川聖の選手、スタッフは在籍していなかったが、ユニフォームのセネームを、T 石川に変更。春季キャンプでは二塁手に、コンバートされる。また、申請。 横浜 DNA ベイスターズ初代首相に指名される。シーズン序盤は打率2割に満たない極度の不振に陥っていたが、6月頃から徐々に調子を上げていった。しかし、7月18日の東京ヤクルトスワローズ、戦でファールを打った際投球が右手を直撃し、右手小指の骨折で登録を抹消される。8月下旬に復帰し、8月26日には、 チーム事情により、プロに入って、初めてガイや、ライトを守り、好プレーも見せていたが、前日の8月25日の巨人戦でバントをした、際に、今度は、左手人差し指を骨折。再び登録を抹消された。は、遊撃手に再転向。開幕は1番で出場するが次第に調子を落とし、下打線に降格。さらには、山崎のリハルにスタメンを奪われてしまう。 チームのエンジンの輪に入らないなど、練習態度に問題ありと中畑清監督に出席され、話し合いを行っても態度は改善されなかったことから、5月後半に二軍降格となった。6月に調子を取り戻し一軍復帰を果たした後は、ほとんどの試合に二類種として先発出場した。8月には、球団新記録となる8試合連続マルチアンダを放つなど、打撃も復調し、 最終的には打率は275ながらも5本類四打41打点、出塁率357を記録。また得点圏打率313はリーグ4位という好成績だった。は開幕から1番2類種としてほぼ固定起用される。5月4日の広島戦、松田スタジアムでは前田健太から初回に先頭打者本類打。 5月5日の同カードでは2試合連続の本塁打を放った。野球キューバ代表の二塁手として国際大会などで活躍したユリエスキ・グリエルが入団した6月以降の公式戦ではグリエルに二塁を守らせる関係で高校時代に経験のある外野手として先発起用されることもあった。自己最高の本塁打数である7本塁打を記録したものの打率は最終的に 248と前年より下げてしまった。は、3月28日の巨人戦で、プロ通算100盗塁を達成した。前半戦では主に一番打者を任され、シーズン序盤には、第一打席で出塁すると全勝するという珍記録が起き、石川新和と呼ばれた。一時は、首位打者に立つこともあるなど好調だったが、交流戦前後から、チームの調子に合わせて、 次第に調子を落とし、大きく打率を下げてしまった。6月11日には、出場選手登録日数が8年に達し、国内 FA 権を取得。7月3日の阪神タイガース戦では、9回裏に、配色濃厚の状態で守護神の後のボルカンから、サヨナラタイムリーヒットを放ち、これが自身プロ初のサヨナラだとなった。7月31日の広島戦では5回表の、 守備で左足を負傷し翌日登録を抹消。その後はシーズン最終盤の10月2日に出場するまで1、軍に昇格すことはなかった。この年は登録抹消を2回味わうなど、最終的に89試合の出場で、打率259であった。は、負傷で出遅れるも、4月8日に1軍登録。主に2番、塁手として先発出場したが、 打率2割前後を推移し続けた。そのため、7月以後は、宮崎敏夫や同シーズン途中に加入したエリアンエラに、徐々に出場機会を健常することが増えていった。8月13日対広島カップ戦で、通算1000試合出場。最終的に95試合出場、うち先発出場73試合、打率、209と、不本意なシーズンになってしまった。 5月11日の中日ドラゴンズ戦ではワンバウンドのボール球を空振り三振した際にタッチ氏に行った杉山翔太を腕で払いのけたシーズンオフの11月21日300万円ダウンの年俸6300万円で契約公開三浦大介の現役引退によりチーム生え抜きとしては最古産の選手となったは田中の加入もあり 春季キャンプ及び開幕は二軍スタートとなったが、4月19日に一軍登録。田中との併用で対右投手用のスタメン起用が主だった。7月11日の広島戦で左太もも裏に違和感を覚え途中交代となり、翌日には一軍登録を抹消されている。8月23日から一軍に復帰するが、柴田龍卓が二類に定着していたこともあり。 代打での起用が本土だった。9月26日に再び登録を抹消されそのままレギュラーシーズン終了を迎えた。打撃成績は前年より回復したが、出場機会は一軍に定着した2008年以降では最少の63試合と前年より減少し、は、生え抜きの最古産として迎えたがキャンプから二軍暮らしが続く。 さらに二軍での打率も2割前後を推移と不振が続き、若手を積極起用するラミレスの方針もあり、チャンスに恵まれなかったが月1日に一軍昇格。以後ね二人外や倉本俊彦、それに柴田らとの併用で二類医師として起用され、ダイソーや守備固めでの出場も多かった。最終的にシーズン終了まで一軍に帯同し、4年ぶりに休園後一度も、 出場選手登録を抹消されなかったが、出場試合数は41と前年より下回った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。